車を改造せずにいられない重症患者の皆さん、こんにちは。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは高橋店長です。はい、よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら、やってまいりました。今回オートサロン2024で展示させていただいた F8 スパイダーのマンソリーということで、はい、ついに紹介する時が来ましたよ。はい、会場でもめちゃくちゃ目立ってたんですね。色が目立つんで、他の車がちょっと暗めな車が多かったんで、ちょっとより目立ってたかなと。確かに今回他の車が全部黒系の色だった中、1台だけ黄色ということでめちゃくちゃ目立ってたし、僕あと SNS とかいろいろチェックしたんですけど、いろんなところに上がってましたもう色も目立つし、まあ、車も F8 スパイダーそんなに走ってないじゃないですか。でここまで改造されてるのってまずいないですよね。そうなんです、まあ、ホイール履いて車高下げてとかっていう車は結構あるかもしれないですけど、エアロがっちりっていうのはなかなかないですね。というわけで非常に貴重な存在になってくると思いますので、はい、今回詳しくご紹介させていただきたいと思います。でまずマンソリーのパーツがほぼ全部ついてるんですよね。ほぼ全部、そうですね、ほぼ全部。細かいところついてないものもありますけど、まあほぼ全部ついてます。でマンソリー F8 用ってソフトキットとド派手 なソフトじゃない方のキット2パターン出てるんですよね。はい、で今回取り付けしたのはソフトキット、はい、ソフトに見えませんホームページ見ていただけると分かるんですけど、本当にコンプリートの方はバンパー効果なんですよね。そうですそうです。でもう全然違う、フェラーリに見えないようなシルエットになっちゃう。だフェラーリらしさ残して、で、まあ、他のフェラーリと違うスタイリングするのであれば、まあ、ストリート向きにもソフトキット非常におすすめじゃないかなと。ただ結構違いますね。だいぶ顔つきガラッと変わるんで、まあ、ソフトなのかなっていう感じですけど細かいところを見ていきたいんですけども、はい、まずこの下側定番ですよね。こうスポイラーがマンソリーのスポイラーになってると、これももともとないんですもんね。ないです。もう純正バンパーはここまでですよね。はい、そこに完全にこのドライカーボン製のスポイラーをオンしてると。でこれは3ピースぐらいの構造になってるんですか。ここが分かれるっすね。そうですよね。ここ別構成になってて、真ん中両サイド、あとこのフィン、はい、だから5ピースぐらいかの構成になってると。はい、で当然マンソリーなんで、まあ、全部ドライカーボンですし非常に強度もあって、まあ、軽量と。でなおかつもう一個ポイントなのは、フェラーリ純正のカーボンパーツって平織りじゃないですか。そうなんですよね。でマンソリーちゃんと平織り、まあ、もちろんこれ指定もできますけど合わせてあるんで、純正の他のカーボンとの相性もいいというわけで、こんな感じのスポイラーがついてる。でこの黄色のアクセントは、これはラッピングで入れてます。本国のホームページに出てる車も黄色のアクセントが入ってるんで、それと同じような感じで。でこれは閉じてないんですよね。閉じてないです、はい、だから、後で剥がしたければ剥がせますし、はい、まあ、違う色に、まあ、この黄色だと違う色って難しいかもしれないですけど、まあ、いろいろその辺も楽しんでいただけるかなと。はい、そんなわけでこんな感じのスポイラーがまずついてます。はい、そしてここだいぶ違うっすね。そうなんです。これが一番顔つきが変わるかもしれないですね。でこれとあとここもついてるんですか。そうです。まあ別パーツです。こここれとここ別ここ。というわけでヘッドライトがめちゃくちゃなんか長くでかく見える。はい、もう顔つきがなんか不良に見えるこのキット。これは純正のバンパーにオンしてるんですよね。そうです。貼り付けのタイプ、はい、でこことここで、これダクト形状はもともとでしたっけ。もうもともとの形状がわからないです。この奥にダクトがあるんです。なんでここが出てきてるような感じです。なるほどなるほど。立体感がアップしてると、はい、でちゃんとヘッドライトのラインとも合ってるんで、まあ、この辺がかなりスタイリッシュなで、こっちもそうです。ここまでは純正であるんですよね。そうです。でここが足されてオンされてるんで全部カーボンで。でもう一つマンソリーのカーボンパーツ特徴なのは、まあ、非常に軽量っていうのもそうなんですけど、カーボン目がこういう複雑な形状でもよれてないんですよね。うん、安価なものだと結構うねうねうねってなったりとかしますけど、ね、やっぱりハイエンドなエアロパーツメーカーですから、この辺がしっかり作ってあると。そしてあとはやってきました、ね、ボンネット。これはえぐいですね。これもだいぶ変わりますよね。結構こうポンってつけるだけのありますけど、中まで結構いってるんですね。というわけで、まあ、穴は純正で。純正のこのダクトのもう本当にギリギリのところまで真ん中のピンが立ってる。これは前が攻撃的すぎますというわけでこんな感じのアクセントもついてる。でこれ真ん中だけラッピングでイエローが入ってる。はい、そして横にいてもいいですか。はい、今回そんな外装の F8 スパイダーにつけたホイールが同じくマンソリーのホイール、はい、これ詳細教えてもらっていいですか？何インチですか？何インチ、フロント21でリア22、純正1インチアップ。そうです。というわけでインチアップして、これ鍛造っすよね。もちろん。ただアメリカの鍛造とかと違うのは、細かいオフセットのオーダーはできないんですよね。できないですね。なんで今回もフロントはそのままなんですけど、リアはスペーサーを入れて調整してます。あ、なるほど、はい、じゃあフロントはマンソリーのチューナーセッティングで、はい、これでもだいぶパツパツですけどなんで後ろだけそんなに引っ込んじゃうのかなって。なんか国によってなんかセッティング違うよね。アメリカでもなんかフロントがちょっと飛び出てリアが引っ込んでみたいな、っていう感じのがあったりしますけど、まあ、日本人そこはきっちりいきたいですから、はい、ちゃんと高橋店長の微調整でパスパスになっていると、はい、そして当然鍛造ですから非常に軽量ですし、はいはい、剛性もあると。でこれがペイントしてない状態で届くんですよね。そうです。好きな色に塗ってくださいみたいな感じの状態で、納品されるので、今回は黒でリムは黄色のラインを入れてます。これはペイントです。あ、なるほど。じゃあこれ塗り分けでやってあると。なので今回グロソのブラックで仕上げてますけど、これじゃあオーダー次第で何でもできちゃう。そうですね。まあボディカラーでもいいですし、はい、まあ白とかシルバーっていうのも全部できちゃう、はい、こんな感じで仕上がってます。そして今回組み合わせたタイヤは当然インチアップですから、純正タイヤ使えないですよね、はい、ミシュランのパイロットスポーツ 4S こちらと組み合わせ、はい、そしてあといいなと思ったのはブレーキキャリパーなんですよ。はい、はい、これ触ってないんですよね。触ってないです。元々のオーダーのカラーコーディネートが素敵すぎます。そうですよね。内装も。はい。この後ちょっと見てもらいますけど、はい、イエローのボディカラーに紺色のキャリパー。そうなんですよ。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれです。こんな足元になって。はい、そしてこれ車高はノビテックのスポーツスプリング組んでます。あれ元々車高調？車高調です。純正も。じゃあある程度調整はできるんですけど、フロントリフター純正がついてるともう全然下がらないですね。あ、そんなに下げられないんだ。下がりきらない。じゃあちゃんとダウンスプリングを入れてしっかり下げてあげる。はい、はい、でこれお客様はそんなに下げなくていいよってことだったんですけど。そうなんですよ。まあ、サロンに出させていただくので商用に、はい、はい、今回しっかりローダウンしてある。ただやっぱりこう下げれば下げるほど使い勝手問題出てくるかもしれないですけど、スタイリングは最高かなと。そうなんですよ、はい、ここまでやってちょっと隙間が大きいと、うん、ちょっと下げたいなってやっぱり思ってしまう。オーナーさんも実写オートサロンで見てもらってこのまま返してもらおうかなっていう感じで。あ、本当に、はい、それは最高です。はい、最高です。というわけで今回しっかりローダウンもしてあると。そして横のシルエット見ていきたいんですけど、横もサイドスカートめちゃくちゃ大きいですね。そうなんですよ。こちらがマンソリーのサイドスカート、はい、これ純正はもう何もついてない。そうそうですね。というわけで純正のサイドスカートにそのままこのボリュームがオンされてると、はい、そしてこれも造形すごいですね。前が出っ張って1回引っ込んで、はい、後ろに大きくなってさらにこの大型のピンがつく、はい、そして当然オンされてますからその分車高も下がってるんで、はい、このリアの車高がオーナー様の下げたくない、あんまり下げない方がいいかなっていう気持ちはめちゃくちゃわかります、はい、ただ一回も当たってないですよね。そうなんですよ、はい、事前に乗られてるんですよね。乗られてます。やっぱりその辺の出し入れ乗り方すごく慣れてるのかな、はい、というわけでこの辺が、はい、仕上がってます。これも造形すごいね。穴が開いてたりマンソリーロゴ入ってたり、そしてでこの辺は純正のカーボンオプション。そうですね。だ全然違いがわからないぐらい一体感だ。マンソリーはちょっとこうもっとこうアグレッシブなデザインになりますけど、この辺の相性も非常にいいと。そして今回スパイダーなので、はい、屋根開けでございます、はい、こちら日本のホームページ非掲載商品、はい、これが丸々交換で、まあ、エンジンが中見えるようになる。そうです、はい、マンソリーのカーボンフード、はい、でこれ普通のスパイダーはエンジン見えないんですよね。見えないですね。クーペだと見える。クーペは見えるっす、見えるっす。なんですけどスパイダーになっちゃうとエンジンが見えない。というわけでこれに交換することによって見えるようになる。でこれが金額がとんでもないんですよね。とんでもないです普通にコンパクトカーが買えるぐらいの金額ということで、これ造形すごいね。これもだいぶちゃんと穴も開いてるんで、なんかもう爬虫類の背中みたいなただちゃんとフェラーリのこの流線的なデザインにちゃんとこう馴染んでるというか、はい、でマンソリーらしさもある、まあ、エンジン見せたい方に非常におすすめかなと、はい、でしっかりマンソリーロゴも入って、はい、これも後から入れてるんで、あ、まあ塗っちゃいたい方は入れなくてもこの辺もできちゃうと、はいはい、そしてリアスポイラー、はい、これもここがだからソフトキットの大きいミソなんですよね。そうですね。これが派手な方のコンプリートの方のキットにしちゃうとこれインサート入れときたいですけどえげつない羽がつく、はい、絶対振り返る、はい、もう対向車の人も絶対振り返るっていうこんな形になるんですよね。まあ、あれかっこいいしもうちょっと突き抜けてる感じありますけど、まあ、ストリートに馴染むのはこちらソフトキットの方のウイングかなと、はい、でこれもめちゃくちゃフィッティングいいですね。そうですね。こんな大きいやつなのにしっかり、そしてハイマウントのとこしっかり抜いたって、この先端に同じくアクセントでイエローが入ってると、はいはい、そしてリアはこれはディフューザーも当然ですけど、この上も上の部分ですね。ここの部分もマーソリーのパーツです。でここってもともと何もないですよね。何もないです。このダクトだけですね。というわけでそれを2分割するようにこのアクセントが入ってると。これもめちゃくちゃフィッティングいいね。なんか黄色のアクセントなかったら純正オプションでもありそうなぐらいの。確かに。こんな感じのカーボンパーツもしっかり入ってる。はい、そしてやってまいりました、はい、問題のディフューザー。問題のディフューザーでかすぎます、はい、なんかリアのボリュームが 30% ぐらいアップしてる、うん、なんかこれですね。この部分がここがとにかくでかい。F8 もともとディフューザー結構大きくて低いの有名ですけど、さらに横までその同じぐらいのボリュームでこのカーボンのフィンが立ってる。そしてもう全部つながるデザイン、はい、でこれパーツ構成もすごいですねでちゃんと純正のパカパカもそうです、はい、全部ドライカーボンで一体化されてると。これがなければちょっと純正っぽくも見えなくはない、ね、確かに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 。ただこれでマンソリーのこのえげつなさというか、はい、ちゃんと演出されてると。そして真ん中のこのランプのところ、はい、ここも全部カーボンなんですね。そうです。これすごいね。なんかもうそうですよねもう本当にマンソリーらしさ全開、はい、カーボンの技術力の高さがめちゃくちゃ現れてるエアロキットだな。そしてマフラーは今回触れない方がいいのか。そうですね、はい、はい、こんな感じのリアビューになっています、はい、じゃあ続きましてインテリアは今回特に何もカスタマイズはちょこっとペイントとか、まあ、してなかったとしても僕のただの興味本位でも見たいので、はい、どうぞ。はい、これなんかめちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃおしゃれ、渋いです。このキャリパーからの内装の紺色、はい、あとボディカラーからのこのイエロー、はい、これは相当フェラーリ頼み慣れてる感が感じます。はい、そしてところどころこの赤と白と緑のトリコロールカラーが入ってると、はい、これパドルのとことあとセレクター、あ、ステアリングのセンター、ステアリングセンターにも入ってる、はい、とあとスイッチの部分セレクターのところにも入ってると、はいはい、だとカスタマイズ的にはだけです。内装はそれ後からやったの？そうそうそう。あ、後から塗ったんだ。これ純正じゃないんだ。純正じゃないです。でもこれ内装のカーボンのオプションもえぐいね。これそうなんですよ。ほぼ全部入ってるからね、はい、エアコンもセンターブリッジのところもステアリングも全部入ってると、はい、でこれがスパイダーでこうなんか見せ放題なのはずるいな。ずるいですねというわけでこんな感じのインテリアになっております、はい、じゃあ最後になりますけどもいいですか。これはなかなかできない。できないですね。 F8 スパイダーもめちゃくちゃ高額だし、でそれをなおかつフルマンソリーで全部エアロパーツもタイヤホイールもやりきるってこれすごいなと。で風の噂で聞いたんですけども、はい、オーナー様今後の予定も何かいろいろあるということで。そうですね、フェラーリいっぱいお持ちなんで。あ、そうなんですか、はい、期待していいですか。はい、はい、期待しましょう。また機会がありましたら動画でご紹介させていただきたいと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と Instagram X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。